ニュースターは銀河系の中心にある超大質量、ブラックホールを高エネルギー X 線で初めて撮影した。ニュースターは高エネルギー X 線を観測するための X 線、宇宙望遠鏡である。焦点を合わせるためにボルタ望遠鏡の機構を採用している。5から80ケブのエネルギー範囲で運用される。 アメリカ航空宇宙局のスマックス計画の11機目の衛星であり、チャンドラや XMM ニュートンを超えるエネルギーの X 線を観測する初めての宇宙望遠鏡である。2012年3月21日には打ち上げ機のソフトウェアの不具合が原因で打ち上げが延期されたが、同年6月13日に打ち上げに成功した。最大の目的は、 太陽より10億倍も重いブラックホールを詳細に観測し、また超新星残骸の画像を撮影することにより、活動銀河核で粒子が高速近くまで加速される気候や重い恒星の爆発によりエゲン素が生成される気候を解明することである。ニュースターの前身であるハイエネルギーフォーカシングテレスコープは同じような望遠鏡や検出器を気球で運ぶ計画であった。 2003年2月、NASA はエクスプローラープログラムアナウンスメントオブオポチュニティを公表した。5月に応募されたニュースターは10番目と11番目のスマックスに対して提案された36候補の中の一つであった。11月、NASA はニュースターと他の4つの提案を実現可能性試験の対象として選定した。2005年1月、NASA はニュースターを さらに1年間の実現可能性試験の後、飛行試験の対象に選定した。この計画は2007年のナサ予算の減額のために2006年2月に中止された。2007年9月21日、2011年8月の打ち上げに向けて計画が再始動することが発表されたが、後にこの期限は2012年6月に延期された。開発の責任者は、 カリフォルニア工科大学のフィオナ・ハンソンで、ジェット推進研究所、カリフォルニア大学バークレー校、デンマーク工科大学、コロンビア大学、ゴダード宇宙飛行センター、スタンフォード大学、カリフォルニア大学サンタクルーズ校、そのま州立大学、ローレンス・リバモア国立研究所、イタリア宇宙機関が共同で開発に当たった。メーカーは、オービタルサイエンシズとアライアントテックシステムズであった。 NASA は、オービタルサイエンシズと、ペガサス XL によって2012年3月21日に、ニュースターを打ち上げる契約を結んだ。この前には、2011年8月15日、2012年2月3日、2012年3月14日、2012年3月16日が、打ち上げの候補日とされていた。2012年3月15日の打ち上げについての打ち合わせの後、 打ち上げ機のコンピュータの飛行ソフトウェアの再点検のため、打ち上げの延期が決まった。2012年6月13日16時37秒、クエゼリン干渉の南方117海里の地点からの打ち上げは成功した。ペガサスはスターゲーザーによって運ばれた。2012年6月22日、10メートルのマストの展開に成功していることが確認された。ニュースターは、 133個ずつの同心核で構成された2つの射入射焦点光学機器を搭載する。ニュースターの光学機器には p t クと W-SI の多層コーティングが施され、これにより反射性は79ケブまで上がった。光学機器はゴダード宇宙センターで製造された。ゴダード宇宙センターでは210マイクロメートルの 曲がりやすいガラスのシートをオーブンで熱し、正確に磨いた円筒形の水晶性の芯棒に適切な半径で固定し、デンマーク工科大学のグループがコーティングを行った。その後、コロンビア大学のネビス研究所でグラファイトのスペーサーを用いてエポキシ樹脂と共にガラスを固定することで殻を円錐型に組み立てた。合計で4680枚の鏡が用いられ、 一枚ごとに五つのスペーサーが用いられた。エポキシ樹脂の効果に24時間を要するので、一つの空の組み立てに1日を要し、一つの光学機器の組み立てに4ヶ月を要した。鏡の期待される点広がり関数は43秒であり、焦点面上に 2mm のサイズとなる。これは、チャンドラによって達成されたより長い波長の解像度よりも2桁低いが、 高 X 線としては、例のないほどの良い解像度であった。光学機器の焦点距離は十点一5メートルであったため、長いマストの先端に取り付けられた。光学機器と焦点面を常に正確な相対位置に保つために、レーザー測距装置が用いられる。これによって、旅行の最中に光学機器と焦点面の位置関係がずれたとしても、検出された一つ一つの光子を空の正確な、 位置にマッピングすることができるようになった。ありがとうございます。